本日はどうですかね。ファーストコンタクトで大体今日の流れ分かりますからね。華々しくエンディングを迎えたいな。最近滅亡ばっかしてる気がするから。俺だって滅亡したくないんだよ。はい、アイテム超いいや。それは強いや。オッケー、いきます。打ちかましてほしいですけど、ちょっとさっきバンカーが30だったかな。まあまあひどすぎる時よりマシか。さあ、弾いて、本当弾いて、悪くないですね。まあ、50超えれば。このポテンポに入るのか。スイヤー。おお、おお、入った。本日のファーストジャックポチャンス。ほら、行っちゃった。スピンが1400なんで、まあまあ溜まってるかな。いいね、ケズ君。継続は入れば入るほど幸せになれますからね。さあ、直近の目標は継続4連打。はい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 、いいね。バンパー不機嫌だね。それ継続に、継続に入れていく。さあ、魔の3ラウンド目。継続入れられるか。継続入れたら鬼圧ですからね。もうまだね、3回継続入れられてないんで、ここ乗り越えてみたいですね。バンパーご機嫌良すぎじゃない。まあまあまあ、継続じゃないけど、まあ続いてるから OK です。めちゃくちゃ変態な動きしたな。まあこれで継続チャレンジは終わっちゃったんで、ラウンドを続けてって限界突破ポケットを出てもらうと願うしかないですね。もったいない。
さっき入ってれば、さっき入ってれば行けたのに、もったいないよ。ここのラウンドを乗り越えてくれたら限界突破が出てくれる予感がする。なんか分からんけど、ここ乗り越えられたら来る気がするわ。乗り越える力、うわ、いやいや、めちゃくちゃ強さと入るな。これあるわ、来るよ。俺の予想来るよ、限界突破。来ないかーい。来なかったわ。めっちゃ継続入るからもしかしたらって思ったんですけど、もしかしなかったです。お疲れ。いつまでは流れいいんじゃないですか。6ラウンドまでいけるのはかなり上々なんで、バンパーもなんか機嫌いいし、悪くないですよ。もう早っ、いきます。あー、どれぐらいでいけるかな。メダルの減りはそんなにひどくないんで、まだまだゆっくりやれる時間でございますね。ダメです。あと 2,3 回ぐらいでレベルが上がりそうかな感はありますね。バンパーのおはじきも結構良さげなんで、その前にジャックポットチャンス行っても、やでー。さあ今回から2個で挑戦できるぞ。まあ大丈夫しよ、もうもういけるしよ。ありがとうございます。どのポケットに入るのか。ここはダメなやつ。いきます。さあフィールド的にちょっとここで入れないとやばいでございます。メダルがちょっとギリギリになりそうやな。天満以内にもう一回行きたいな。お、バンパー吉田。さあ決めちゃってくれ。ジャックポットチャーン。25万や。いきます。さあ割と内部が良くなってきたんで、メダル回復してますね。メダルは回復してるけど、この回復してる流れでもうジャックポットチャンスいっちゃいたいよね。そんなわけでお願いします。どのポケットに入るのか。ドラマポケット。内部お葬式フェアが開催されてしまったんで、早く逃げ出したいですね。
さあ解放してくれ。助けてくれ。そういや。増えたよ。そろそろ行きたいよ。行かせていただきたいですよ。メダル32枚になりました。もうやばいって。ここダメだったら500枚くらい追加せなあかんな。あ、ただギリギリで見せろ男。おい、それおお、またや。そういや、レベルマックスだったかな。まあアイテムゾーンにだいぶ入ってたんで、これはいけるでしょう。青色に吸い込まれまくってたんで、いける自信ありますよ。さあ、いけましょう。じゃあ、またね。3ラウンド以降まで持ってくれるかな。まあ正直もう限界突破いかないとプラスで終わるのはいかな感はありますね。めちゃくちゃフィーバー上振れてもまあいけるか。上振れなさそうだな。バンパ8でもうスピード感がすごいね。スルーキー継続。3ラウンド目までは来れましたね。相変わらず限界突破は出ないですね。さあ乗り越える力、乗り越える力。大塚